い人がトイレ行きます。プロっぽい人ですよね。最初にメンバー紹介をね、しちゃいたいと思いますね。センターにいるのが石井ちゃんです。ボーカルです。いつも原宿でこれ買ってですね、なんかちょっとウィッシュっぽくなってます。30年ぶりに竹下通り行きました。私はね、同じこの彼がこの服を買ったお店でね、十何着来たんだけど一つも入れなかった。全滅でしたね、残念。これがいいですね。これはバンマスの大ちゃんが選んでくれたやつ。大きな十字架よろしな。で、ベースの西尾ちゃんです。そう、ラスターのちょっとね、こういう小物でね、あとお尻にドクロのマークが見えないっつって、これよく見るとドクロなんだそうです。はい、それから、もう一人のギターの、渡辺さんです。ナビちゃんです。ナビちゃん、通販で買った青いシャツ。
ーターだなって言った人かもしれないな。いい音出してんだこれが。特別連休ですけれども、中には
定休にした方もいらっしゃると思うんですが、今日も寒い中お越しいただきましてありがとうございます。今までつつがなく演奏が続いてきていると思いますが、ちょっと曲調を少し変えて、またレッド・ゼペリンのですね名曲を、もうちょっとなんか今日はありがとうMC 頼むよって言っといたのにどうしてそういう風に途中でなんかちゃちゃ入れるのかな。先輩とはいえね、ちょっとねどうかなっていう風に思います。でですね、何を言うと思ったか忘れちゃいましたが、まあ選挙も終わりまして消費税も上がるのかなと。まだちょっと機材の、準備が整ってないですね、はい。まあ、メンバーのですね西尾さんが、まあ、とかく現代病で心の病を持っている人がたくさんいると思いますが、そういう方々を特別にケアする、ビジネスを西尾さんが始められましたので、ちょっとご紹介をしたいと思います。日本橋でメンタルヘルスクリニックをやることになりまして、その辺にチラシが置いてありますので、皆さんお帰りの施設をお持ち帰りいただいて、何かご興味あればお電話をいただきたい。コンちゃんの友達って言ったらちょっと安くなると思います。素晴らしいクリニックです。ぜひ一度お立ち寄りください。あのここにパンフレットありますので。すいません小島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。何から何まで昔の上司voices of the dark.
Thank you.
人下見てんだろうなって思われますね。大きな字で書いてある。次はまたちょっとね、もう一回飲み物でもいかがですか。そうですね、皆さんね、これからちょっとまた静かな途中になるんですけどね、まあ、むしろ何でしたら飲み物でもね、飲んでいただいていいんですよ。ただですから。まだあるただじゃなくて、ライさん、たくさんカンパーのご寸志をたくさんいただきました。ありがとうございました。いただいた方々には、どうもありがとうございました。たくさん召し上がってください。でも、いただかなくてもいいですよ。強制じゃないんでですね。フリーですからね。はい、フリーなんだから。フリーです。入場料なしです。でも、みんないただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かなり強制力を働かせたんじゃないかと、小島さんがね。大丈夫かな。じゃあ、どうも。うちのバックバンドがまだ、
話だったんだ。またエリック・クラプトンが続きますね。はい、エリック・クラプトンが続きます。次はサンシャイン・オブ・ヨー・ラブ、クリーム時代です。はい、そうです。クリームの時のクラプトンです。はい、it's all
かなみたいな。この曲ではこの曲では先ほどいろいろとあの皆さんにですねお声掛けさせていただいていました小島さんがですね、オンステージ、歌わせていただきますね。小島さんよろしくお願いします。ただみんなちょっとお疲れ様かと思うのとあとね20分ぐらいありますんでちょっとトイレと飲み物トイレ飲み物タイム大丈夫みんな全然大丈夫だね続けちゃっていいですか。バリバリだぜ石井ちゃんあの俺老眼なんでね遠いんだよすいませんご紹介に預かりました小島でございます。こんばんは。商社マン40年近くやってその後あのその時にスリランカに駐在して彼らとこのバンドをスタートしたということです。でほとんどこのスリランカ人の方です。で、その後どういうわけか、大学の今先生やってますということで、今日はちょっと意図的にロックンローラーじゃなくて先生っぽい感じで参りました。で次に歌わせていただく曲はもうこれバカの一つ覚えなんですけど、クリームのホワイトルーム。ちょっと出だしが難しくてですね、あとね、実は今日、こんちゃんしょあの紹介してないですけど、このメンバーにもう一人、美輪さんっていらっしゃって、去年、実は亡くなっちゃった。で、美輪さんからですね、このホワイトルーム、よーくダメ出しいただきました。ゼムセルフ、ゼムセルフ、ね、そういうので、ね、かなりダメ出し食らいまして、あと、初っ端がですね、エンダホワイトルームっていうのが、私の場合、インダホワイトルームって演歌っぽくなっちゃうということで、かなりダメ出しをいただきました。皆さん、天国の皆さん、今日も私に対してダメ出しをよろしくお願いします。っていうのを言っちゃったけど、はい。はい、ちなみにですね、こちらにあるこのギターね、これは皆さんのギターなんですよ。じゃあ行きましょうか。はい。OK? OK。じゃあ行きます。クリームでホワイトルーム。
Thank you.
よくやる旦那みたいな。そう普通にやってんのにやりすぎとかって
とあとね、1月の後半に NHK のグレーテルのかまどって知ってる、お菓子作りかなんかのあれで僕がお菓子を作って紹介してる。でもこれ本当は言っちゃいけなかったんだまだ情報解禁じゃなかったんで聞かなかったことでしたけど、 あとね、いろいろアルバムも買ってくださいね。ギターじゃなくてロックじゃなくて、あ、でもギターたっぷり弾いているアルバムです。みんなのよく知っている曲を七輪で、伴奏が全部ピアノとかドラムとかベースとか自分で弾いて重ねて、頑張って作ったものの七輪ロマンスっていうのがあるので、聞いてみてください。ではやるか。乗ってるかーい。最後だよ。あ、そうだ。こうやってこうやってやるとパッて行かれてもいいですよ。始まったらね、トーキングのここにあったんで、こう立っていかないと、ね。一応形式的にはもう最後ですからね。もうお別れになっちゃいますんで、最後乗ってください。Yeah.
ますよ。ね、一回引きますからね。帰らないでね。
曲なんですけど、ご存知でしょうか。ね、いい曲ですよね。じゃあ行きましょうか。バックバンドとしてギャラもらわないといけない。ちゃんと演奏してくれたら払ってやる。頑張ろう。We'll be right back.
もない子は起きるね。ティラノサウルスを殺到。時代は陸を舞う娘が萌えのそっとに惹かれて10年前を夢見る。好きな時代に行けるわ。銀河の螺旋を一通り、タイムマシンでお願い。だったのでね、もうないんだよね、ないんですよ、はい、ありがとうございました。